秘密基地大作戦。武田和成です。白石修作です。土屋幸太郎です。はい、というわけでパンツの話をしたいんだけど、どんだけパンツ好きなの。3度目3度目の一番付き合い長いですから、ね、そうそう、やっぱ2度あることは3度あるって言うじゃん。なるほど。で、ほら、あの新人パンツ先生がいるからここに、うん、新人なのかパンツなのか先生、パンツなのか先生なのか多分パンツですね。パンツか、新人パンツがいるじゃん。だからね、ちょっとパンツの話を。主作はボクサー派じゃん。でも、どっちも派なんですよね、僕。どっちも、何どっちもあるんですよ。はい、どっちも持ってます。頭が人いたよ。どっちの方が、え、割合とゴムとゴムな、どっちかに偏ってるんじゃない。6473。でも若干トランクスがちょっと多いかなって感じです。あ、へー、はい、82ぐらい、82ぐらいですね。若干じゃねえじゃん。ほぼトランクスだね。7382ぐらいが5.5.5。でも時期によって違うんじゃない。そのそうそう、買ったのがボクサーが多ければ。そうですそうです。でも確かに今ちょうどこれ座り順狙いじゃなくて、たまたま真ん中にしたから、確かに秀作真ん中に座ってもらったけど、ここ境界線なんだよ。そうですね。ややそっち寄りだね。ややこっち寄り。じゃあこういい橋渡しになってくれる。じゃあさ、ちょっとあの最初にこの話しようと思ってたのちょっと変えるんだけど、あのその履き分けるタイミングって何なの。あ、そうだ、ね、両方履く人、その二股の人はさ、二股履けてる人は、あのスポーツとかするときは、スポーツとかこう体を動かすと、うん、分かる日があるじゃないですか。今日の日が、まあ、今日はパンツ持ってます。パンティー持ってる。例えば稽古の日とかはボクサーとか入っていきますね。それはなんだろうね、勝負どころはとかそういうことじゃない。どういうとこじゃなくて、こうカチッとしたい時は。じゃあカチッとしてないんだ。いやいやいや、そういうわけじゃない。余裕があるんですね。で、旦那さんのことは基本的にはカチッとしてないんだ。それ以外は、じゃあ例えばこう、今日はもう家でゆっくりするだけだみたいな、そういう日がたくさん回った時はトランクスですね。やっぱこう締め付けられてるとこう、いやいや休まらないというか。まあ、あと、あの洗濯とかタイミングで、たまたまボクサーしかなかったっていう時とかは。7、3で7もあるのに、たまたまボクサーしかなかったって、どんだけトランクス溜まってんのよ、洗濯とか。いやいや、ちゃんと洗濯はしてますよ、ちゃんと。本当にしてます。だからね、そんな乾きにくい分厚い素材でできてる。いやいや、パンツだとね、すぐ乾くよね。もう本当に半日も。それは共通してると思うんだけど、なんか特殊な素材の、いやいやいや、いや、ちゃんとフェルトでできてる。なんか虎の皮を使ってる。そういう感じなの。いやいやいや、虎のパンツなの。ジャングルの王者みたいな。普通のパンツです。でも稽古場でさ、あのこう、まあ、着替えるときにさ、まあ、目に入るじゃん、はい、お互いに、はいはい、だから多分ボクサーのイメージだったってことだよね、多分ね。多分そうだと。稽古場にはボクサーで入ってくる、ボクサー入ってくる時が多いってことだね。うん、そうですね、比較的。で、部屋着だよ、トランクスは。まあ、まあ、そんなようなもんですね。撮影は、撮影で今日あのドラマの現場ですってなったら、あー、服にもやる。スーツだったら、スーツだったらあのボクサーかもしれないですね。デニムに T シャツみたいな、ラストで。そうだったらトランクスかもしれない。スーツの時はあのあボクサーが多いかもしれないですね。トランクスなんて、スーツでもトランクスだよ、土。うん、洗濯の余地はないから。いや、そうだろうね。まあ、あとティーバッグぐらいしかないから。あ、でもトランクスの中でもピッチリタイプってあるんですよね。ああ、比較的ね。比較的、その、ダルンダルンのと。それで言ったらボクサーの中でも、比較的ダルンダルンのもある。え、あるんですか。ある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 。え、どんぐらいダルンダルンなんですか。トランクスぐらい。トランクスなんじゃないの。ボクサーパンツ。ボクサーパンツって書いてあるのを買ってるから、ボクサーパンツで。ダルンダルンのボクサー。ハミチンがしない程度で、多分。P だな、今。まあいいか、それぐらいは。しない程度。うん。はいはいはい。なんか、このさ、太もものところ、この腰だけじゃなくて、太もものところもさ、ボクサータイプは締まってるんだけど、あそこがピタッてなってないやつもある。ちょっとなんかね、あの、まあ、でも T シャツの袖ぐらいの、うん、このこれぐらいの、
もっとさ、ひらひらじゃん、トランクスは。これぐらいの。はあ、はいはい。まあ、これぐらいのやつ。ちょっとあのシュッとはそうそう密着はするけれど、ハグぐらい。ハグぐらい。太ももハグぐらいのやつある。確かになんかもっとこう、ガッみたいなイメージありますか。ホールドじゃなくて、これぐらいのやつ。もうトランクスはもうなんか、ジョニーデだ。あ、ジョニーデじゃねえ。デニーロバート・デニーロ。ジョニーデップ、何のやつこれ。ジョニーデップ、これ何のやつ。ジョニーデップ。あれ、パイレーツの時ですね。パイレーツ、こんなのだっけ。お分かりみたいな。ちょっと違うな。怒られそうじゃん。好きな人から思うね。あー、なるほどね。他はなんか吐き分けの大事。ジョニーデはどっちなんだろう。いや、もうそれはいいんだよ。ジョニーデどっちだと思う。ジョニーデップは俺はボクサーだと思います。その心は。なんか、雰囲気、本当に。カバの雰囲気、直感。え、トム・クルーザーでボクサーかなって思う。トム・クルーズはどっちだろう。いや、ハリウッド俳優 の, その大御所というか、うん、有名なハリウッド俳優でトランクスは誰だと。それこそ俺ロバート・デ・ニーロトランクスっぽいんですよ。いや、なんか俺ね、ディカプリオ意外とトランクスじゃないかな。トランクス似合いそう。あ、もちろんボクサーが似合わないわけじゃないけど、なんかトランクスなちょっとラフな感じ似合いそうな気がする。なるほど。まあ分からなくはないですね。シュワちゃんはシワちゃんはブーメラン。いや、ブーメランブーメランでいてほしい。メッセージをできるだけ小さくしたよ。ブーメラン。だから現役の時はブーメランだったかもしれないけど、今もうちょっとね、年齢もそれなりにいってるから、ね、どうなんだろうね。ふんどしキアヌ・リーブスはふんどしかも。あ、ニコラス・ケイジはトランクスじゃない。あ、似合う。でも、ボクサーも似合わなくはないけど、トランクスのイメージ確かにちょっと、うん、ありますよね。あるな。わかるわかる。これどうやったら調べられるかな。あー、なんかでも結局やっぱ映画は役でしかない。そう多分役のあの下着を履く感覚でやると思うんで、ね、そうだろうな。なんかその下着姿になるシーンがあるとしたら、だからこの、うん、彼はトランクスだっていうのでこう、うんうん、自分がトランクだから普段って衣装だよね。だからあそこもね、うん、だと思います。プライベートではもう見ることはないからね。なんかインスタとかにこうポロッと上がったりしないんでしょ。なんでしょ。ああ、なんかどうやもしかしたらその本人に聞くしかないか。水着のチョイスでもしかしたらちょっとなんかビーチのパパラッチが撮ったような、そうビーチの例えばなんかあオフの遊んでる時のこの水着が履くだったらこっちの差なんじゃないかとか。シワちゃんはそのプチピョビキニかもしれない。ビキニみたいになってるかもしれない。調べようなのに。だからもうそれこそあそこも向こうは事務所じゃないもんね。だから担当のエージェントに電話して彼のパンツはどういった柄とかはいいんで、ボクサーかトランクスかだけを。配布を。あ、待ってくれ、ついんじゃない、お、待ってくれ。よし、次はトム・クルーズ。つながってる。すごいな。この情報だけでちょっとお金が発生してしまいそう。ね、そう。でも確かに、すごいファンだったら、どっちか知りたくないですかって言ったら、知りたい人いると思うんだよ。みんなじゃないと思うけど、うん、大した情報じゃないけど、トムがトランクスならトランクスに変えようかなっていう人きっといる。どっちなんだろう。変な話だ、日本の俳優さんはさ、まだこう共演のチャンスがあるというかさ、うん、舞台もうそれこそ舞台出てる人舞台でってなったら、ね、一緒に見るチャンスは、チャンスはありますもん、ね。着替えるタイミングがある、うんうんうん、きっとね、一緒に着替えるタイミングがあるけど、この人はどうにもなんないな。撮影で使ってるのは撮影用だもんね、絶対に。そうですね、役のパンツだと思う。そんなにめちゃくちゃ知りたいわけじゃないけど、どっちってなったらすごくどっちだろうっていう気持ちにはなって、なりますね。フリークな人もいそう、いないのかな。いや、どうなんだろう。意外といるんじゃない。あ、なんかね、うん、向こうの人じゃないけど、お笑い芸人のさ、千原ジュニアさん、はいはいはい、確か赤のブリーフだよ。あ、そうなんですか。奥さんパンツだっけ。でも赤いパンツをなんか気に入ってる赤いパンツがあって、それも全部赤にしたって。あ、なんか前はその決まった日、勝負の時はその赤いパンツ、はいはいはい、勝負パンツだったんだけど、もうほら、1枚しかないとさ、ここ
くて、うんうんうん、でなんかのタイミングで全部赤にしたみたいなのをなんかで見てつかなかったでしょ。赤いのある赤いのないですね。俺ある。それを見て、ゾゾジュニアさんの話を見て1枚で買った。で真っ赤です。真っ赤。全然見たことがない。シャーザックぐらい赤い。あもう結構じゃ赤いんですね。赤ですね。もうね、4年戦士ぐらいだから、もうちょっとね、トランクスみたいになり始めてる。なるほど、なるほど。そう。ふわっ。ふわったんで、ジョニー・ライデンぐらいの。シャーインよりもジョニー・ライデンぐらいな。なるほど、なるほど。結構赤い。なんか別になんかそれ買ったばっかの時は今日ちょっと大事な撮影だからって履いてったりとかもしたけど、うんうんうん、結局さこう、まあ、バラエティとかそういうとこだったらいいのかもしれないけど撮影に行くとさ色がもしちょっととか あと何大部屋で着替えたりとかしてる時に赤いとあらあいつ赤いみたいなその後期の目が嫌でやめたりかもしれないですね。なんか和を乱す赤いパンツは和を乱すよ。やっぱ、うん、ピンというかだからもう本当に個室で一人楽屋でぐらいの地位までなったら、うんうんうん、あれだけど欧米俳優はダメだから確かになんかこうあんまどぎついこうパンツでいくとちょっとなんか、うんうん、あいつはなんか違うんじゃないか、キャラに合ってればいいと思う、うん、まあそうっすね。お笑い芸人さんがさちょっとこうコミカルなパンツ、あ、はい、ネタパンツとか入っててもああって別に可愛いパンツ入ってて、うん、うんってなるけど、なんかね山田孝之君、山田孝之君も別に平気だな何履いてても大丈夫そう小栗旬君とかがさなんかあんまり可愛いの入ってても、おー意外っすねってなるじゃん、うん、そうっすね、そういう感じが痛かった。山田孝之出してきたらちょっといやあの人は別に何履いてない履きこなしそうだなとか、その方は履いてなくても着こなしそうだなふんどしだったとしてもあ山田孝之ふんどしなんて納得しそうだなと思ってちょっとやめました。何履いててもなんかイメージありますもんね。そう、うん、でもほんとブリーフでも合うなこの人すごいね。いや、そうですね、そう考えるとすごいな、うん、全裸監督でしたっけ。そうナイスですね似合うっていうかなかったけどあの時はなかったけど肌色の下着履いてましたあの時は、ね、パンツザサードだけどさ、うん、まだ話す内容なくはないよね。俺今日本当はこれにしようって思ってた話題た、ね、まだ1個温めてるからパンツザフォースあるよクワトロパンツここまで続くのか。フォースのパンツクワトロあるよFF ぐらい続けようか追いつくぐらいの感じというわけで、良い時間になりました。ありがとうございました。またパンツの話します。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。